ブリストルはアメリカ合衆国コネチカット州ハートフォード郡南西隅に位置する都市である。州都のハートフォード市の南西20マイルに位置している。2010年の国勢調査では人口6万477人であり、州内では第10位、郡内では第3位の都市である。ウォルトディズニーカンパニー参加のスポーツ専門チャンネル ESPN の中央スタジオが市内にある。 また、アメリカ最古で、現在も稼働している、アミューズメントパーク、レイクコンパウンスがある。19世紀には、時計の制作で知られ、アメリカ柱時計と腕時計の博物館がある。ブリストル市のあだ名には、かつてバネで動く、革新的なドアベルを作っていたことによる、ベルの都市、かつて菊の大生産地であり、現在も毎年ブリストルマム祭を開催している、ことによる、 マムの都市がある。2010年、雑誌、マネーの、アメリカで住みたい都市のリーストで、第84位にランクされた。2013年、ハートフォードマガジンが、ハートフォード大都市圏では、支出に見合うだけの価値がある最良の自治体に挙げた。アメリカ合衆国国政調査局によれば、地域全面積は26.8平方マイルであり、このうち陸地26.4平方マイル。 水域は0.39平方マイルで、水域率は1.51%である。市内には、北西4分域のチッペンズヒル、北東4分域のエチウッド、南東4分域。市内の大半は住宅地であるが、2008年以降商業地開発が進んできている。コネチカット州中部地域企画機関が、ブリストル、ニューブリテン、その他周辺の町の都市圏企画機構である。 フォレストビルは19世紀ビルまでタンク出属インディアンの狩猟場だった。フォレストビルの村は1833年に設立され森林に囲まれていたことからこの名前がついた。今日のフォレストビルは郊外地区と地方企業の小さな都市圏に成長した。公式の教会はプレーンビルの町境、サジントンの町境、ミドル通り、キング通りの西側にある土地の西。 ルイジアナ・アベニューの南側の土地の南、ルイジアナ・アベニューの北側ブルック通りの西側の土地の西、ファーミントン・アベニューまでである。フォレストビルの中では、イースト・ブリストルとスタフォードという小区画がある。これら小区画は、プランツビルのマリオンとミルデールに類似している。フォレストビル・ビレッジには、図書館、郵便局、集会所、地域集団、消防団、墓地、葬儀所、 都市公園があり、ペクアバックダックレース、メモリアルデパレード、夏のコンサートナイト、カボチャ祭が開催され、また現在は使われていない、鉄道駅がある。独自の郵便番号を持っていた時期もあった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ブリストル市の教育は小学校10校、中学校3校、高校2校を使って行われている。公立学校に加えて、 多くの私立学校も利用できる。幼稚園から8年生までを教える学校4校と高校1校がある。最近の新聞報道では、州全体の10年生を対象に行われる標準試験であるコネチカット学術成績試験で良い成績を上げていた。ブリストルの生徒の87%以上が評価された分野のそれぞれで優秀レベル以上の得点を上げていた。近年、 市の教育体系を再設計すべきという提案がなされてきた。いくつかの学校は古い建物にあるので、新しい学校が求められている。さらに、中学校という分類を除くことで、全教育体系を見直す提案が行われた。還元すれば、すべての学校を幼稚園から8年生まであるいは高校とすることである。ブリストル教育委員会のこの計画に対する、 支援要請に対しては様々な意見が出てきている。救急医療サービスは1977年からブリストル病院が担当している。以前はブリストル警察署が行っていた責務を引き受けるよう考えられた。ブリストル病院のサービスは救急車6台、救急医療車2台、車椅子運搬車4台を使って行っている。ブリストル消防署は常勤のサービスであり、 5個中隊と1個、はしご車中隊が担当している。ブリストル消防コミッショナー理事会は、市長が指名する5人の委員が構成し、消防の手法審を設立している。ブリストル警察署は、約125人の警官が務める常勤部署である。自動車を使うパトロール部門に加えて、自転車部門と歩行巡回部門もある。1シフトには、最低20名の警官がおり、 他に刑事など多部門の役人もいる。ブリストルは中心街地域の刷新を進めてきた。市中心部にある公園の完全なオーバーホールも含んでいる。さらに、1970年代からの時代遅れで利用が進まないモールが解体された。また、中心街でも繁華な部分であるノースメインストリートでは、道にアイランドを追加し、優美な街路照明を施し、再補装したときに、 レンガの中央線を入れるなどの改良が行われた。1990年代、見苦しくて美観を損なうと考えられた建物に外観の規則を強制し、ある場合には解体も強制するために、ブライト委員会が結成された。この委員会は、資産を放棄することなく適切に維持されることを確保する任務がある。2008年、ブリーストレブライト委員会は、新しく、 ブリストル法典強制委員会に席を譲るために解体された。この新しい委員会はさらに大きな権限を有し、建物の外観や構造強度の問題を扱うことができる。その目的は、以前のブライト委員会が与えられていた任務を強制する手続きが進むようにすることである。法は、あらゆる建物が放置車両、迷惑行為、拒否、汚染、汚物、割れた。 ガラス、外れた屋根板、穴、ひび割れあるいは損傷した壁板、崩れかけたレンガ、その他後輩や、不適切な管理を示すような状態のないことを求めている。マム祭に加えて、ブリストルでは毎年、マイナーズの応援、シェッパードメドーズ。ブリストルマム祭の第一回は1962年7月7日に始まり、パレードがあった。 商工会議所会員と市の役人が集まって6日間に行う活動のリストを作った。ブリストルで起こっている前向きの物事に焦点を当てたいと考えた。祭りが始まると当初は秋祭りと呼ばれていた。1963年、祭りの名前にクリサンセマムが付加された。1986年以前、ブリストルの農家は8万本以上の菊を育てていた。 ブリストルには多くの公園がある。ペック、ロックウェル、ブラケット、バーンズ自然センター、インディアンロック、フォレストビル記念などである。市内には北アメリカ最古で、現在も稼働しているアミューズメントパーク、レイクコンパウンスがある。その他ニューイングランド回転木馬博物館、アメリカ柱時計と腕時計の博物館、ブリストル歴史協会博物館。 魔女のダンジョンクラシック映画博物館もある。ハリー・バーンズ記念自然センターは、広さ70エーカーの森と野原があり、自然の道と解説センターもある。ブリストルでは毎年8月に、エイ・バートレット・ジアマティ・リトルリーグセンターで、ニューイングランドと大西洋中部地域リトルリーグのプレイオフを開催している。またアメリカ合衆国でも、最コクラスの野球場である、マジー・フィールドがある。 2012年と2013年、この歴史ある野球場の改築計画に予算を承認した。地元日刊誌はブリストルプレスであり、ブリストルオブザーバーという小さな週刊誌にも街のニュースが掲載される。最初期のオンライン新聞であるザタトゥーもある。下記の会社はブリストルでも有名な会社のいくつかである。ブリストル病院のほか、これらは地域でも大きな雇用種である。 アソシエーテッドスプリング1857年設立のアソシエーテッドスプリングはバーンズグループの参加でありブリストルに本社があるバーンズグループは国際的な精密金属部品と製品のメーカーであり工業資材の物流を行い幅広い市場や顧客に対応している3つの事業で2005年の売上高は11億ドルだった ESPNESPN ES は ブリストルのミドル通りに放送用スタジオがある。市内では最大の納税者である。元の親会社キャピタルシティーズコミュニケーションズは、かつてアメリカンブロードキャスティングカンパニー系列の地元のテレビ局 WTNH を所有していたが、ABC を買収した後に売却し、後にウォルトディズニーカンパニーと合併した。オーチスエレベータカンパニーオーチスエレベータカンパニーは、 ニューヨーク州ヨンカーズ市で始まったが、ブリストルにアメリカ合衆国最大のエレベーター試験塔を持っている。ESPN やレイクコンパウンスに近く立地し、高さ383フィートの塔は周辺道路のどこからも見られる。シグナ保険シグナ保険には長い歴史があり、その一部はブリストルに起源がある。1865年にはすでに、 コネチカットジェネラルライフインシュアランスカンパニーとしてその前身があった。会社が成長するとブリストルに事務所を開いた。現在は地域で他の保険会社よりも多くの雇用機会を提供している。ブリストル市の2010年包括的財務報告書によれば軍内の主要雇用主は次の通りである。ありがとうございます。